まずは筆の紹介です。この3本は、カラー塗ったりするときに使ってるやつです。じゃあまずこれ。これはリッカジェルのカラー用のブラシ。で、筆先はこんな感じでスクエア。これを使っています。で、まずこれ1本。で、その次。これバイオのこれはシャープ4フラットになります。これはこんな感じの筆先です。さっきの、リッカジェルの筆よりは幅が狭い、刷毛が小さいものになってます。こんな感じです。で、これも一応カラーを塗るときに使ってます。で、カラー用の筆が2本あるのは、濃い色を塗るときと薄い色を塗るときに筆を使い分けてるから2本あります。あとはこっちのバイオの小さい筆の方は爪の小さい方にも、おすすめのサイズ。こっちは普通サイズ、大きい爪サイズの方に使ってもいいと思います。じゃあこの2本と、この2本と、もう1本。これは、モアクチュール S フレンチっていうやつで、筆先はこんな感じです。これもかなり筆の先刷毛は小さいサイズのものです。で、これはフレンチを描いたりとか、あとはドラッグアート、グラデーションっぽいお花、花びらのお花を描いたりとか、そういう時、あとぼかしを入れたりとか、そういう時に使います。この3本をよく使ってます。私がこれが使いやすいから使ってるので、いろいろ試して使ってもらうと、自分の使いやすい筆が見つかると思います。じゃあこの3本は以上です。続いてこちら、これは私がもう毎回アートするときに使ってるライナーブラシです。これね、マナネイルズさんとネイルパートナーさんがコラボで作ってる筆になるんですが、かなり筆先が細く長いものになってます。で、私は筆圧が強いので、筆圧が強い場合、刷毛の長さが短いと太さの調整が私は難しかったので、この刷毛が長いものを使ったら、すごい細かい線とか、ちょっと太い線とか、書き分けるのがとても楽にできたので、これをよく使ってます。これはストックめっちゃ持ってます。これは以上です。はい。今度この3本です。じゃあまず1本目のこれバイオの筆です。さっきカラーで紹介した筆と同じシャープ4のフラットの柄の部分の柄が違うものになります。さっきのと同じ感じです。これは、ベースジェルを塗るときに使ってます。で、さっきのカラーの筆と、形は一緒なんですが、柄の部分の柄が違うので、そこで分かるように、見分けをつけれるように使い分けてます。はい。で、次これはネイルパートナーさんのブラシです。 NP ジェルブラッシュ K フラットシャープ4。これは刷毛がこんな感じの、ちょっと長めで広めのタイプのものになります。これは、トップジェルを塗るときに使ってます。私はトップジェル塗るときは、刷毛のちょっと大きいものを使うのが使いやすくて、一気に全体的にジェルがのせれるので、こういうのを使ってます。はい。で、次。これは、リッカジェルのライナーブラシ。で、アート用で前使ってたんですが、やっぱりジェルブラシって使っていくと筆先がちょっと曲がっちゃったりとか、細かいアートがしにくくはなってきてしまう、どうしてもなるので、そうなった筆をこれもトップジェルを塗るときに使います。これは細かいところをトップ塗ったりとか、あとパーツを埋めるときに隙間にジェルを入れ込むときとかにこれを使ってます。はい。じゃあこの3本は以上です。筆はこんな感じになります。はい。では今回の動画のご紹介は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。
じゃあバイバーイ。